シュリモフゲラシメンコ水星に着陸するフィラエドイツの宇宙開発ではドイツにおける宇宙開発について述べる。ヘルマンガンスウィンとドイツは宇宙開発の黎明期から理論面、実験で先駆的な業績をもたらした。1891年にヘルマンガンスウィンとは宇宙船ウェルティンフォグの構想を発表した。1923年6月に ヘルマン・オーベルトの惑星空間へのロケットが出版されてから宇宙旅行とロケット工学はドイツで人気を得ており、マックス・バリエ、ビリー・レイと共に、ヨハネス・ヴィンクラーは1927年に宇宙旅行協会を設立した。レイとオーベルトはフリッツ・ラングの SF 映画、ガツ世界の女の監修をした際、 実際に打ち上げられるロケットを製作する資金をラングから提供してもらうよう望み、オーベルトはわずか3ヶ月の間に液体燃料ロケットを設計、製作しようとしたが、実験中に爆発。オーベルトは耳の鼓膜が破れ、右目を失明する。一方、バリエはフリッツフォンオペルを手伝い、オペル社の宣伝のためのロケット動力装置を製作した。 1930年1月25日、VFR は液体燃料を使用した燃焼実験に初めて成功した。そしてロケットの追加実験はザクセンのベルンシュタットの近郊の農場で行われた。ヒトラー対等前の1930年11月に VFR は資金提供を求めてドイツ軍に接触している。当時、ロケットは 軍事的に発達していなかったので、11年前の第一次世界大戦敗戦によるベルサイユ条約はロケットを制限していなかった。VFR は自治体から来日ンドルフの放棄された弾薬集積所を使用する許可を得た。彼らはここをベルリンロケット飛行場と名付け、ここから VFR は3年間の間徐々にロケットを強化しつつ打ち上げた。ミラクロケットの後、 レプルゾルシリーズは高度1トル以上に達した。ペーネミュンデの V にロケット1932年の春、ドイツ陸軍のバルター・ドルンベルガーとカール・ベッカーが VFR のロケット打ち上げを見学した。この実験は失敗したものの、ドルンベルガーはロケット打ち上げへの契約を申し出た。当時、若い学生で VFR の一員でもあった。 ベルナー・フォン・ブラウンはこの契約に積極的だったが結局 VFR はこの提案を断った。ドイツ軍との契約を結ばなかったことで資金繰りが苦しくなったことなどから VFR は1933年頃には解散している。1932年11月ベルナー・フォン・ブラウンはカズとドイツ陸軍兵器局に入り、 1934年12月エタノールと液体酸素を推進剤とするアグリガットロケット A2 の飛行実験を成功させた。1936年までには A2 ロケットの開発は終了し、後継機の A3 と A4 の開発に着手した。フォン・ブラウンは1937年以降、ベーネミュンデリク軍兵器実験場において技術開発主任となっていた。A4 の約1、 ニスケールモデルの A3 は4回の打ち上げにすべて失敗したため A5 の設計が始められた。この形式は信頼性が高く、1941年までに約70機が試射された。A4 の最初の1機は1942年3月に飛行し、およそ 1.6km 飛んで海中に落下した。2回目の打ち上げでは、 高度1 1 2トルに到達して爆発した。1942年10月3日の3回目の打ち上げで成功。ロケットは完全な軌跡を描き、宇宙空間に到達した初の人工物体となって1 9 2トル先に落下した。アグリガット A4 は V2 ロケットとして実用化され、ドイツ軍の弾道ミサイルとして利用された。この技術は、 各国の目にも留まり、後に米ロによる技術の奪い合いにも発展した。アズール第二次世界大戦後、ドイツはロケットの開発を禁止され、主要な技術者たちは連合国側で開発に協力した。その中には、アメリカのベルナー・フォン・ブラウニやソ連のヘルムート、グレトルップのように各国の宇宙開発に主要な役割を担う者も,もおり、多くの国家で、 ドイツ人技術者が開発に加わっていた。その後1950年代にはロケットの開発の制限は若干緩和したものの、ドイツでは国内で独自にロケットの開発をしようという考え方と第二次大戦の記憶からロケットを寄避する感情から計画が進まず、その間に欧州共同での宇宙開発計画が開始され、1962年には 欧州ロケット開発機構の設立に参加してヨーロッパロケットの開発に参加することとなった。同じく1962年に欧州宇宙研究機構の設立にも参加した。1969年11月8日にはアメリカのスカウトロケットでドイツ発の人工衛星としてアズールが打ち上げられた。1969年に当時の旧西ドイツで 航空宇宙技術に関わっていた3つの組織、空気力学研究所、ドイツ航空研究所、ドイツ航空研究協会の合併により、ドイツ航空宇宙研究所が設立され、1980年代から1990年代にかけて頻繁に改組が行われ1988年に DFVLR は DLR に改名された。翌年、 DLR とは独立にドイツ宇宙機関が編成されるが、1997年に DLR と合併し、現在のドイツ航空宇宙センターとなった。1975年には、西ドイツの航空宇宙技術者であるルッツ・カイザーによってオトラグの開発が開始されたが、フランスとソビエトの政治的圧力により中止された。ドイツの宇宙開発は衛星の利用が増え、 また、欧州のロケット開発やアメリカのスペースラブに参加するなど、国際協力下で進められる、方向性で進められた。一方の東ドイツも1978年8月26日に、ジークムンとイエンがソ連のソユーズ31号に登場して、ドイツ人として初めて宇宙飛行を行っている。ドイツは1969年に、バンアレン隊、太陽粒子、 オーロラ研究を目的とした、科学衛星であるアズールがスカウトによって、バンデンバーグ空軍基地から打ち上げられた。その後も、多種多様な人工衛星が打ち上げられる。ドイツ人初の宇宙飛行士、ジークムントイエーン1978年8月26日に、インターコスモスの一環として、旧東ドイツのジークムントイエンが、ソ連のソユーズ31号に登場した。 1983年11月28日に、旧西ドイツのウルフメルボルトが、NASA の STS-9 に参加、スペースシャトルコロンビアに登場。ドイチェフォーシャーングス、ウントバースシャンスタウルトフィアラフト、ウントロームファートから、ドイチェフォーシュンザンスタウルトフィアラフト、ウントロームファートに改名された。ただし、日本で用いられた訳語は、ドイツ航空宇宙研究所のまま。 ありがとうございます。